Why do we race? Is it to prove how fast we are? How far we can go? Do we race to find our place? To test our beliefs? To be part of something greater? To face fear? To know sacrifice? To grow stronger? To become immortal? In truth, there is no simple answer to why we race. There is only the fact that we always will. Welcome to the Secuoito Xihio, a course that takes drivers from the shores of Copacabana Beach to the vistas of Corcovado Mountain. I'm here to give you your first look and first drive of the spectacular 2017 Ford GT on the colorful streets of Brazil's marvelous city. おめでとうございます。初レースを完走しました。
キャリアスタートの前に簡単にご説明します。キャリアは5つのシーズンから構成されていて、それぞれの目的に合った車を運転します。ホットハッチバック、ヴィンテージスポーツカー、グランドツーリングカー、 F1 車など世界中の名車に乗ったり集めたりします。それではまず最初に短めの3レースからなる予選シリーズに挑戦してみましょう。最初の予選レースは高低差の激しい郊外にあるライムロックパークで開催されます。予選で使うのはスーパーストリートシーズンから集めた有名な車たちです。すべての車はレース用にアップグレードされており、性能に差はありません。好きな車を選んでみましょう。いい選択です。早速自分らしくカスタマイズしてみましょう。このデザインはコミュニティの他のプレイヤーがデザインしたものです。無料で使えますので、お好きなものを一つ選んでください。この車でレースを開始しますか？レースにはそれぞれ目標が設定されています。今回の予選レースでは上位3位以内の入賞を目指してください。レース開始を選択したらスタートです。ドライバター技術を使ったドライバーには、彼らをトレーニングしたプレイヤーの走り方や癖が反映されます。
レースごとにクレジットを獲得でき、新車を購入したりアップグレードしたりスペシャルアイテムの購入に使用できます。スペシャルアイテムについては後ほど説明します。同時に XP と呼ばれる経験値も獲得できます。 XP はドライバーレベルや有効レベルを上げるのに必要なポイントです。後ほど説明します。残念ながら入賞できませんでした。リスタートを選択してください。次回は入賞できるようお手伝いします。対戦相手のスキルを変更することも可能です。ドライバターレベルを選択し、対戦相手のスキルを調整してもう一度トライしてみましょう。この画面ではチャレンジしたいレベルに合わせてドライバターの難易度スキルを選択できます。難易度を上げるとリワードは豪華になります。下げると報酬は減りますが勝利しやすくなります。
が上がるたびにプライズスピンを獲得します。初めてのプライズスピンを獲得しました。スピンではボーナスクレジットやモッドパック、新車などが手に入ることがあります。 A ボタンを押してスピンを止め、商品を確認します。新しい車を獲得しました。最初の予選レースを見事に勝ち抜きました。ヤスマリーナサーキットの夜間レースに向かいましょう。日没後の路面は冷えているため、グリップが効きにくくなっています。ここでの勝利の鍵は、トラクションの限界を上手に見極めることです。開始前にモッドを選択してください。このパワフルな新機能について説明します。モッドを使うと新たなドライブ体験が可能になります。スピードを強化したり、賞金を増額したり、自分の好みに合わせてカスタマイズできます。スターターパックを選択して獲得したモッドを見てみましょう。ここで新たに獲得したモッドを開けて A ボタンを押してください。使い方を説明します。使用するモッドを選択します。モッドにはずっと使用できるものと1回のみ使用できるものがあります。モッドを適用するには空のスロットを選択してください。初めてモッドを適用しました。
のメーカーとの有効レベルが上がるたびにクレジットがリワードとして獲得できます。ショーケースイベントでは世界最速といわれる車たちに乗ることができます。イベントでは各車の特徴を実感できます。最初のショーケースイベントがアンロックされました。ショーケースイベントにはオートクロスからテイクオーバーチャレンジなどグループごとに様々なイベントが用意されています。ショーケースグループにアクセスできるようになりました。エキサイティングなイベントにぜひチャレンジしてみてください。The motorsport pyramid is rocky and steep, and very few drivers make it to the very top. Only they know what it's like to race at Le Mans, or Indianapolis, or Bathurst, in cars tailor-made for the occasion. In these showcases, you can get one step closer to experiencing these races, and glimpse into the life of a professional racing driver.Here you'll drive the world's greatest race cars on some of the most famous circuits in international racing. こちらのイベントはレースドライバー体験グループです。イベントを選択して最初のショーケースレースにエントリーしましょう。次のレースは世界で最も多い40万席を有する巨大なスポーツ施設インディアナポリスモータースピードウェイで開催されます。IndyCar, America's ultimate single-seater championship, in which cars must somehow remain grounded while doing 230 miles per hour on a banked oval. So aerodynamics is king, which is why these look unlike any other single-seaters in the world. In fact, every team must use a standard Dallara chassis, but can choose between a Chevrolet or Honda engine.
新しいグランドプライズを獲得しました。プライズはレベルが上がるごとに獲得できます。クレジットを獲得しました。最初のショーケースレースをクリアしました。キャリアを進めていくと様々なイベントに招待されるようになります。ではチャレンジシリーズに戻りましょう。次のレースは激しい雨が降るセブリングインターナショナルレースウェイで行われます。濡れた路面ではコーナリング時のタイヤのルースグリップ、制動距離の長さ、ハイドロプレーニング現象など様々な問題が起こることがあります。もっと挑戦したい場合はドライバターレベルでライバルのスキルを自分のスキルに合うよう調整してみましょう。
めでとうございます。予選シリーズを見事にクリアしました。